こんにちは、農家です。明けましておめでとうございます。はい、ということで2021年になりました。2020年は私個人的にもたくさんの新しい家族をお迎えしたり、逆に天国に旅立ってしまったりとか、いろんな撮りたい動画を撮ることができてすごく楽しかったです。まあ今年はちょっと、もうちょっと頻度をね上げられるようにして頑張って、もっとたくさんの方に見てもらえるように頑張りたいと思います。はい、前の動画とまたまた髪型が全然違うんですけども、ツートンにしました。ずっとしてみたかったのでツートンできてよかったです。もうちょっとハイトーンやけどちょっとベージュっぽくて、こっちももうちょっとブルーブラックって言って、もうちょっと黒っぽかったんですけど、だいぶ色落ちして結構もうハイトーンにグレーみたいになってしまってるんですけど、今日お気に入りカラーです。まあ耳とかは開いてる、結構まあ開いてるんですけど、スクランパーと下ピアスを開けました。まあまたまた動画を出していない間に変身している農家でした。ツイッターのコメントでファッション系の動画とかやってほしいとかいうコメントいただいて、まあピアスとかもちょっとやってみたいなとか、開ける時とかもやってみようかなとか思ったんですけど、なんせちょっと下ピアスとかスクランパーも、まあそんなスクランパーは2回目やったんですけど、下ピアスもやったことなかったので、ちょっと参考になるかどうかって思ってちょっと動画は回さなかったんですけど、また機会あったり皆さんがピアスの動画も見てみたいっていう意見いただきました。やってみようかなって思います。はい、ということで本日の動画なんですけれども、またまた私がね動画を出していない間にお迎えした家族がいますので、その子の紹介と、あともう一つは皆さんにちょっとねずっとお伝えしなければいけなかったことがありまして、我が家の家族がね旅立ってしまったので、その子のお伝えもしていこうかなと思います。はい、ということでご報告なんですけど、我が家の家族のスキニーラットのスパムちゃんが亡くなりました。と正直今でも原因が不明で、亡くなる当日まで私も元気ないなとかも全く思わなかったし、ご飯もたくさん食べていたので、突然でちょっと動画にするのが遅くなってしまいました。亡くなったのは11月1日で、私が仕事から帰ってきた時にご飯の時間でおやつをあげるんですけど、スパムちゃんだけ来なかったので、あれ?と思ったら亡くなっている状態でした。私が飼っているラットちゃんの中でもやっぱり若い方のスパムちゃんだったので、それでもびっくりしたんですけど、やっぱりちょっと妊娠、突然の妊娠をしたりだとかもあったし、やっぱり冬に向けてちょっと寒くなっていて、ちょっとやっぱり他の子に比べて、まあ他の子と一緒にくっついて寝たりはしてたんですけど、やっぱりスキニーラットっていうことで、やっぱりあまり体力がないのかなとかも思うんですけど、ちょっと原因はわからないんですけど、1日に亡くなってしまいました。小動物でもこんなにやっぱり何回経験してもやっぱり傷つくというか、やっぱり胸が痛んで、でたまたま私も仕事が結構多忙なんですけど、たまたまその翌日の2日が私がお休みの日だったので、スパムちゃんを車で火葬に連れてって無事火葬していただきました。で私もあんまり詳しくはないんですけど、49日まではお供えをしようかなということで、いつも通り49日まではスパムちゃんの大好きなものとかを毎日お供えして、お線香を焚いて手を合わせていました。で49日が経った今も一応我が家にみんなと近くにいる状態になります。でやっぱりどんな小さな生き物でも家族でも、やっぱり生き物が亡くなるとすっごく悲しいなっていう思いはあるんですけど、まあ、我が家にはたくさんの家族がいてくれてるので、めげててはダメだという気持ちをやっぱりみんなが教えてくれるなって思います。スパムちゃんは亡くなってしまったんですけれど、他の子たちもラットちゃんたちももっともっと大事に大切にこれからも育てていこうと思っております。でただいま1月ですね、もう2021年になってしまったんですけれども、ついこの間私が飼ってみたいなと思う生き物がいまして、次のイベントとかで運命の出会いをしたらお迎えしようかなと思っていたんですけど、
お迎えしてしまいました。その子を紹介していきたいと思います。ということで我が家初のカエルちゃんをお迎えしました。私のお母さんめちゃくちゃカエルが好きなんですよね。で一緒にイベント行った時に以前イエアメガエルを2匹お母さんがお迎えしていたんですけど、もう実家に帰るたびにその子たちのもう可愛さにもう惚れて一目惚れして、お母さんが LINE でいつも写真を送ってくるのも可愛すぎて、もう私もイエアメガエル買ってみたいということでお迎えしたのはイエアメガエルちゃんになるんですけれども、お母さんが飼ってるイエアメガエルがワイルド個体なので結構本当に大きい子が2匹いるんですけど、このくらいはあるんですけど、カエルちゃんをお迎えしました。はい、我が家でお迎えしたイエアメガエルちゃんのわさびちゃんです。じゃーん。はい、わさびちゃんです。お目目がね、なんかマイナスのネジみたいなお目目なんですけど、まあサイズはこのくらいです。で、ちょっとお伝えしづらいんですけど、このわかりますかね、このお背中の方にスポットって言って点々の模様が入っています。おおお。で、ちょっと今ね背中の一部が茶色い感じになってるんですけど、茶色くなったり緑になったりしています。もう本当になんだろう、この感じ見た目なんやろ、このイエアメガエルちゃんのこの癒し度が半端なくて私はお迎えしました。はい、ということでわさびちゃんでした。あんまりベタベタ触るのも良くないと思うので、このくらいにしていこうと思います。以上、我が家の初カエルちゃんお迎えでした。はい、ということで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とコメントと高評価よろしくお願いします。今年も頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。バイバイ。